皆さんこんにちは、八丸です。今回もやってきました小ネタ集25個目ですよ。今回まだ25個目というか、もう25個目というか、それはねちょっと何とも言えないとこありますけれども、でも小ネタ集一つでだいたい平均して話題をね、何個だろう、5個ぐらいから10個ぐらい、まあ一番多い時で20個ぐらい振った時もありましたよね、話題を。そう考えるとまあ平均5個としても25個目ということは、もう100個以上の話題を振りまいてるわけです。いやー、やってますよねという感じですが、まあほとんどが日常生活の中でちょっと起こり得る、まあ起こり得た、本当にまあなんか些細なことの寄せ集めなんですよ。なんで、まあ感動もねあまりないかもしれませんけども、ふーんという、まあそういう軽い気持ちで、見ていただけたら、まあ聞いていただけたらと思います。はい。さて今日最初の話題、山崎製パンさんがね、不二家とがっちり手を組んで今いろいろとこうコラボを出していますけれども、それの、第何弾でしょうか、このルック4色クリームパン、これね早速食べたんですけど、そうなんですよ、この味がね、バナナ、アーモンド、ストロベリー、キャラメルとあります。で、ママさんがね、アーモンドどれって聞くんですけど、そんなもん分からへんって、アーモンドどこにアーモンドがあるのかなんてね分かんないですよ。まあそれはこう割ってみて色を見て匂いを嗅いでって、なんかそういうことしてんのもなんか変な気もしますけれども、まあでも食べてみてね、あそうそうこの味この味というふうに懐かしめたらいいんじゃないかなと私は思います。ルック4色クリームパン、ぜひねお店で見つけたら食べてみてください。このなんか50周年で、記念のこのパンとして発売されているようですね。ルックチョコレート発売50周年記念のコラボ商品です。はい。さて続いてはですね、3月の14日ホワイトデー、まあ、男性の皆さん、チョコレートとかホワイトデーお返し送られましたでしょうか。はい。私はねもう今回はちょっとブランドにはこだわりましたけども、金額はかなり抑えて、まあ、安めのというと語弊がありますけども、ちょっと安めのね、もうちょっと金欠なのよ最近、クロスバイクも買ったばっかりだし。で、ママさんにはゴディバの、この板チョコの詰め合わせセットと、それから、お姉ちゃんには、このなんだ、ね、猫ブランド、キャットブランドのなんかチョコレートと、それからボクちゃんからね、お姉ちゃんにもちゃんとチョコレートを パパがというか、ハチマルがちゃんと用意して買っておいたんですよ。で、これちゃんと私や言うてボクちゃんに渡して、ボクちゃんからお姉ちゃんに渡したのが、このクマのプーさんのチョコレートです。はい。ということで、ね、はい、ホワイトデーのお返し、ちゃんと返しましたということで、続いてまたチョコレートなんですけれども、こちらアーモンドチョコレートタワー、今回はすごいですよ。何がすごいかって、これずっと見ていってください。はい。何段あることかね、10段ぐらいあります。だから10段もあって、ちょっとこれね手で押さえてないと自立しないんですよ。なんで手を離すともう崩れちゃいますけど、はい。さて、びっくりした。続いて私が毎日今昼飲んでいる伊藤園さんの1日分の濃い野菜ね、これねパッケージが新しくなったのご存知です、皆さん。今まではこの左側の 450g というやつだったんですけれども、これからはねちょうどこう腰のあたりがくびれたようなパッケージの 500g、 しっかり野菜 500g でね、さらに濃縮されてるんです。これすごいですよね。さらに濃い1日分の野菜という感じしません？味もねちょっととだけ濃厚になったような気がします。はい。ということで、パッケージも新たにさらに濃縮された濃い、超濃い1日分の野菜、伊藤園さんです。ということで、皆さん、はい、店で見つけたらちょっと一回ねこう飲み比べてみてください。
まあ、あんまりね味はねそんな変わらないんですけども、絶対量的にはさらに濃くなってるはずなんでね、はい。さて続いての話題なんですけれども、続いてはですね、これママチャリでちょっとね住所の方まで出かけてきました。住所にあの商店街があるんですよ。で、そこまでね ちょっとまあなんて言うんですか、クロスバイクだとまあこの前傾姿勢であの鼻水がね、出るんで、もうちょっと冬の寒い間私こう鼻水と涙で前傾姿勢はちょっと無理って言ってたと思うんですけど、かといってね自転車漕がないっていうのもねちょっと辛いんで、もうなんか自転車漕がないとストレスが溜まるんですよ、はい。なんでちょっとあのママチャリで行ってきました、はい。で、このママチャリね実はねもう今ないんです。というのは今日この後コネダ州の最後の方でご紹介しますけれども、乗り換えたんですよ、このママチャリを。6段変速のクロスバイクもどきの自転車に、なのでこの自転車ママチャリ、変速なしのママチャリで出かけたのはこれが最後になります、はい。ということでこれね重曹の駅前です。ご存知の方はご存知だと思います。これ真正面に見えるのがね、これずっとまっすぐ行くと梅田の方に行くんですね、これ重曹を橋渡って、はい。で今日はねまあそっちには行かないです。この重曹の、商店街中をいろいろと練り歩いてみたいと思います。結構な数の自転車ですよねこれね。そうそう、これまんじゅう屋さん、有名な、はい、まんじゅう屋さんなんですけど、これねもう真正面が阪急電車の重曹駅になっています。真正面がね、はい。で自転車どこ止めようかなと思ってちょっと脇道へ入りまして、はい。これね両サイド結構自転車止まってるやんって思うでしょ。どこでも入れたらいいやんと思うかもしれませんけども、すでにねパンパン状態でもう1台も入んないんですよ。詰まりまくってて自転車が、わかります？もうきっちきちに詰まってるから、もう1台入れる余裕がないのね、もう、うん。ということでまああの自転車を置いた後ですね、あらまあちょっとこんなあのムンムンムラムラみたいな広告もいっぱい出てますけど、重曹界隈にはこんなお店がたくさんあります、はい。まあ、それはさて大きいですよ、はい。目的のちょっと商店街の方をずっと練り歩いてみたいと思います。まあね時間帯が時間帯ということもあったんですけど、もうちょっと夜になるとね、まあ、食べ物屋さん飲み屋さんとかが結構にぎわい始めるんですね。まだね飲み屋さんとかがねこの時間帯、4時ぐらいだったと思うんですけど空いてないとこもあるんで、まあ、5時6時ぐらいから飲み屋とか空き出すんでね、そうなるとまたちょっとネオンがねひときわこう輝いて違う顔が重曹の顔が見え始めたりするわけです。なんかこういうの多いよねキャバクラとかね、私ね行ったことないですよキャバクラとか、一度も。だからねまあテレビとかではちょっと見たりしますけど、どんなんやろうって一回行ってみたい気はするんですけど、もうええ年やし
ええかなって、もう今さらねっていう気もしますね。九州バッテン酒場です。はい、バッテンってあんまり言ってたら怒られそうですけど、バッテンバッテンですよ。大阪でバッテンって言ったら、あのバツ印なんでね、バッテンは。はい、違うか。さあ、商店街の、ちょっとど真ん中のあたりかなに、ちょっと割り込んで、横から割り込んでやってまいりました。はい、思わずね野菜に目がいってしまいますね。というのはやっぱりね、野菜の値段って気になるんですよ。例えばほうれん草一束100円とかね、150円とか、キャベツが一束200円とか、そういう値段を見るとね、割とね、比較しやすい、私の地元のところと。で、ああ高いな安いなとかって思ったりするわけです。あとで、出てくるんですけれども、映像は、帰りにね、お豆腐屋さんで豆乳を、買って帰りました。 350ml 分だったかな。結構ね美味しかったんですよ。濃くて味が濃くて、でね、容器に入れてもらったんですけど、 350ml、その容器また今度持ってきてくれたら何ぼか引きますよ、容器代引きますからねって言われて、あ次行かないかんなと思ってまだ行ってないんですよ。はい、あお肉屋さんですね。お肉屋さんっていうと必ず横でね、こういうフライとかコロッケって必ずと言っていいぐらい一緒に揚げて作ってますよね。そうそう、パン屋さんもね、あこれパン屋じゃないんかな、お惣菜か、お惣菜屋とかパン屋っていうのもね、割と私興味あるんですけど、どんと濃い市ですよ。どんと濃い市、重曹名物、毎月1日はどんと濃い市ですわ。はい、こうやって見るとね、ここの重曹商店街も結構今、商店街の途中から横から割り込んで、片方だけ見てるんですけど、結構長いでしょこれ。だからこれもう片方ね、全部通してみると結構な長さありますよ、この商店街の長さね。ちょっとまだ全部見切れてなかったりするんですけどね、もう一度豆乳をもらいに行ったついでに今度フルバージョンでもう一回見たいなと思いますけど、どれでも220円。はい、なんかこういう詰め合わせってお得なんかなとか思って、ついついねこう覗き込んでしまったりするんですけれども、はい、さっきのワンちゃんやな、まんじゅう屋さんとこにいたワンちゃんです。はい、
お漬物屋もいいですね。お漬物も好き、大好きです、私。ちょっとこの辺ね、人通りが少ないように見えますけれども、断っときますか、重曹って結構繁華街ですよ。人通りも多い方です。はい、まあそうやね、浜大津の商店街と比べると違いが分かっていただけるかと思うんですが、でも浜大津の時もね、100円商店街の時すごかったね、あれ、人通りがというか人出がね、えそれまで何回か私商店街行って作品アップロードしてましたけど、ガラガラでね、えこうもう本当にお客さん来るんだろうか、いるのって思うような感じでしたけどね。100円商店街の時はすごかったですね。なんか一気に活気づいたいう感じですけど、ここの重曹商店街も多分、これまあ夕方4時ぐらいなんですが、お昼時とかもっとすごいんだと思うんですよ。で、帰り品にね、豆腐屋さんで豆乳を買って帰りましたということで、ちょっとこの豆乳早速いただいてみたいと思います。この容器に入れてもらったんでね、今度この容器持ってきたらちょっと割引きますよって言われました。はい、ほらなんか色から見て濃そうでしょ、濃いんですよ、濃い、ちょっとね粘性があってドロッとしてる感じがあります。はい、ちょっと早速ね、横のコップの方に、移してみたいと思います。はい、こちらですね。これをね早速飲んでみようかな。まあ甘いとかそんな味は全然ない、もうプレーンなんで、豆乳プレーン味なんで、まあ大豆のコクが味わえればいいかなと思います。どうかな、どうかな、どうかな、どうコーヒーなんか言ってみたいな。はい、あ、濃い濃いって言ってますね。濃い濃いんですよ、美味しかったです。だから濃い1日分の野菜に匹敵するぐらい濃いね。濃い1日分の野菜に匹敵するぐらいだそうですって俺が言ってるんですけど、はい、私がね、この時にやっぱりね、売られてる既製品、気分とか豆乳ありますけど、あんなんとは全然違いましたね。めっちゃ濃い、あ、これぞ豆乳原液いう感じでした。しますよ。まあ皆さんもね、豆乳、まあ豆乳が好きな人っているかどうかちょっと分かりませんけど、全然違う、あんなサラサラじゃない、ドロドロですわ。やっぱりね、豆腐屋さんの豆乳は全然違いますわ、既製品とは。思いましたね。はい、ドロドロやな。はい、それではね、続いては先ほどちょっとお話ししました、このママチャリでね、サイクリングに出かけんのもこれが最後になりましたということで、実は今もうママチャリはもう新しく買い替えちゃってないんですよ。今ね、私が持ってるママチャリっていうのは、変速機付きの6段変速、シマノの、6段変速のついたクロスバイクもどきのママチャリになっています。前カゴはついてるんですけどね。でね、どこで買ったかというと、これリサイクル自転車、要は中古品です。中古品をレストアし直して、また売ってるお店というのが最近あっちこっちに出てきてますよね。で、そこでね、買ったんですよ。で、こう見てもらったら分かるんですけども、下は3980円から、上はね、1万何歩まで、この天井からぶら下げてる1万6800円というのは、これ、ロードバイクやったかな、まあ、ちょっと本格的な自転車ですけども、まあ、普通にママチャリで言うと3980円、4980円あたりが変速機なしの大体のお値段になってます。でね、私が買ったのがですね、
これなんですけれども、山陽の、ダイナモ、自動でLED の電灯が夜になったら点灯するというダイナモ付き三陽製の、はい、で、6段変速オートライト付きですわ。でこれで何本だと思います？かなり綺麗ですよ。傷もほとんどなくて、まあ、新品とは言いませんけど新古品かなと言ってもいいぐらい。これで7980円でした。安いでしょ。うん、バッチグーです。はい、ということで今愛用して乗っています。さて、続いてはですね、この冬の乾燥する季節、にぴったりの、話題ということで、お肌にはヒアルロン酸とコラーゲンなんですけれども、この間ね薬局でちょっと見つけたのが、まあ、1日分の濃い野菜じゃないんですけれども極めつけに濃い極潤というのがありまして、濃い極潤ですよ。パーフェクトジェル、パーフェクトゲル、ゲル、ジェル、ゲルって書いてますね。スーパーヒアルロン酸ですわ。ということで、どうなんこれって早速ね買ってみました。ちょっとお高いです。これ1パックが1600円ぐらいするんですね。ちなみに今まで使ってたこの左側の液体のやつ、ヒアルロン酸とコラーゲンというのはこれ700、800円ぐらいだったと思います。700、800円ぐらいのローションなんですけども、こちらの濃い極潤というのはもう濃いんでローション液体は無理なんですよ。液体ではだからもうクリーム状になってるんです。こういう風にもう濃いんでもうしゃぶしゃぶにはできない。はい、もうドロッという感じです。こういう感じです。はい、なのでこれをですねお肌に塗るとすごいですよ。もう一日中も水分もっちもち、なんちゅうのほっぺたに手のひら当てたらめちゃってくっつくぐらい保湿力がすごいです。今これ私、両ほっぺに塗ってますけど、とあと手のひらと、もう潤いだらけです。はい、ほんまいいんかどうか分かりませんがちょっとやりすぎかなという気もしますが、でももっちもち、はい、ということです。さて、続いてはですねこれ九条ネギです。とある方から九条ネギごまドレッシングで食べたら美味しいですよっていう風にちょっとアドバイスいただきまして、早速スーパーで九条ネギを買ってきましてね。でこれまあごまではないんですけどこれサウザンドレッシングなんですが、ドレッシングでいただきました。なかなかねちょっとピリッとしてて美味しかったです。はい、で今日最後の話題になります。皆さんまだ時期が早いと思ってるかもしれません。そろそろエアコンのね工事が必要な方、今のうちにもうちゃんとエアコン本体も、買ってね工事済ませておいてください。今だったらまだエアコンね安いですよ。シーズンオフだから。ちなみにこれ今回ボクちゃんの部屋に新しくエアコンを取り付けたんですけれども、もともとねこれ24万円のエアコン、ダイキンのサララっていう機能がついてるんですけどね、再熱除湿の、はい、これを私4万円でヤフオクで買いましたから、片落ちですけど1年前の4万円ですよ新品を、めっちゃ安い。でこれにあと工事費、まあコンセントとか今回ね新たにまあエアコンを今までつけてなかった部屋なので電気工事から壁の穴開けから全部していただきまして、工事費4万プラス本体4万、8万円で全部つけていただきましたんでね、これね結構安くできたんじゃないかなと思っています。はい、で、ちなみに、80の部屋についてるダイキン、あちなみにね80の家のエアコンは全てダイキンです。それは私が銘柄指定してるから。エアコンはダイキンって決めてるんですよ。なぜかというと、私ね最初にねダイキンのエアコンってすごいと思ったのが、高校の通学の時に思ったんですよ。高校がね実は大阪の、高校だったんですけども、私立高校で、御堂筋線、地下鉄御堂筋線を使ってたのね、梅田から淀屋橋まで。でもう夏場とか地下街って暑いじゃないですか。なんだけど梅田の御堂筋梅田駅のホームってギンギンって言ったらいいの、キンキンに冷えてるんですよ。
真夏でもホームの中がキンキンに冷えてる。でこのエアコンすごいよねって見たのがダイキンだったんです。ああダイキンのエアコンってめちゃくちゃ効くんだってその時思いました。それ以来私エアコンは絶対ダイキンと思ってましたから、もう今ね家のエアコンは全てダイキン製です。はい、ダイキンの最低でもサララがついたものという、もう銘柄まで指定ですよ、機能指定ということでね。はい、ちょっと話がだいぶ横に飛びましたけれども、私の部屋についている、サララ付きのエアコンがこれね、何が言いたいかというと厚みを見てほしいんですよ、壁からのこの飛び出してる厚みね、なんですけど今回僕ちゃんの部屋につけたのがこんなに太いの、なんかこれごっつい太いよねという感じで、なんでこんな太いんだろう、もっとスリムになんないんかなと思ってるんですが、こっちの方が新しいんですよ、80の部屋についてる方の方が旧型なんですけど、普通新しい方の方がこうスリムでねえって なりますやん普通は。なんでこんなにもっこりしてんのという感じはするんですけど、さて、こっからがまあ工事の様子です。でこれね、まあ、僕ちゃんの部屋は2階にあるんですけども、2階からずっと下の部屋に下ろしまして、室外機は、はい、で隣の家のねちょっと迷惑になったらいけないなということで、だいぶちょっと配管を伸ばしまして、これ台所の裏までねこうずっと伸ばしたんですよ。でここに置いてくださいというふうにして、今ずっと中のパイプの中を全部今真空に引き抜いてるんですね、はい、ということをやっております。でこれを引き抜いて、作業は完了と、はい、今だったらね本体も安く買えますよ。これも5月とか6月になってきたら言っても値引かなくても売れるんで値段がじわじわ上がってくると思うんですが、皆さんエアコンもう今年、買い替えようとか取り付けようと思っている方はもう今ぐらいがちょうど工事おすすめだと思います。